アラバーマアベニュー駅は、ニューヨーク市地下鉄 BMT ジャマイカ線の駅である。ブルックリンクイーストニューヨークにあり、終日 J 系統が停車する。また、ラッシュ時の混雑方向については、Z 系統も停車する。地上から駅を見る駅の急行線後、アラバーマアベニュー駅は、島式ホーム一面二線の高架駅で、1885年9月5日に、 開業し、2006年から2007年にかけて、改修工事が行われた。ホーム西側には、緑のフレームと支柱で支えられた赤い屋根が掛けられている。駅舎の平屋根の上から、ブロードウェイジアイクション駅に向かって路盤が設けられている。これは1960年代後半に計画のみで、終わった BMT ジャマイカ線の急行線の後である。建設が始まった後になって、 工学的な検討により列車通過時の振動がひどく、駅舎が大きく揺れることが分かったため、建設は途中で断念された。スコット列ン作の無題の作品が2008年から展示されている。これはホームに設けられた看板9面のうち8面に設けられた3種類のステンドグラスからなるもので、農家や鳥、ピックアップトラックなど農業に関係した情景が描かれている。 駅の下の通りには、ラックストローダウンズ作のアンダーザ、J ラインアット、アラバマアベニュー、2007という作品が描かれている。改札口は1カ所、線路下の公開記者に設けられている。ホーム生誕に上がる階段が1本と、自動改札機、トークンブーストアラバマアベニュー、フルトンストリート交差点の南東角に降りる、階段2本が設けられている。ありがとうございます。